こんにちは、レンティオチャンネルです。家電レビューのプロ、レンティオ編集部が扇風機の選び方とおすすめ商品をご紹介します。なお、扇風機はレンタルもできるので概要欄の URL からチェックしてみてください。扇風機の選び方のポイントは7つ。まずはモーターの違いについて見ていきましょう。扇風機のモーターは大きく分けて DC モーターと AC モーターの2つがあります。基本的に AC モーターよりも DC モーターの方が高性能で、最近ではトレンドとなっています。どちらのモーターを使っているかでメリット・デメリットが変わってくるのでチェックしてみましょう。 DC モーターのメリットは低速回転でも送風できるため風量を細かく調整できることです。また AC モーターに比べて消費電力が低く電気代が安い傾向にあります。運転音も静かで就寝時などに使用するにはおすすめです。デメリットは AC モーターに比べて本体価格が高い傾向にあることです。 AC モーターは機能面や電気代などを比べると DC モーターより劣りますが、価格が安い傾向にあります。電気代を抑えて機能面を充実したい人は DC モーター、とにかく本体価格を抑えたい人は AC モーターがおすすめです。扇風機の選び方、2つ目のポイントは羽の形状です。扇風機の羽の枚数とサイズによって風量や風当たりが違ってきます。羽の数が少ない方が風量が多くパワフルです。逆に羽の数が多い方が細かく送風できるので風当たりが柔らかく感じるそうです。また羽のサイズは大きいほど風が強くなります。メーカーによって羽の形は様々で、風当たりを柔らかく感じられるように形状にこだわっている扇風機もあるので、ぜひチェックしてみてください。扇風機の選び方、3つ目のポイントは首振り角度です。扇風機の左右首振り角度が広ければ、部屋の空気を循環させたり洗濯物を効率的に乾燥させたりできます。また上下角度の調整も真上に向くものであれば、天井の暖かい空気を循環させることもできます。最近では上下左右自動首振り機能で立体的に送風できる機種もあります。扇風機の選び方、4つ目のポイントは静音性です。就寝時などは音を気にせずに気持ちよく眠りたいですよね。日中使用する場合でも静音性は重視したいところです。先ほどお伝えしたように AC モーターのものより DC モーターの扇風機の方が静かです。 DC モーターの扇風機の中でも羽の形を工夫してより静音性を高めた商品もあります。静音性を確認するときはデシベルの値をチェックするといいでしょう。デシベルは音の単位で、この値が小さいほど静かです。扇風機の選び方、5つ目のポイントはサイズと形状です。設置場所の広さや持ち運びのことも考えて、サイズと形状もチェックしておきたいところです。ポールを外して背を低くできるものもあり、リビングから脱衣所などにも手軽に運べます。また暑い季節しか使用しない場合は収納のことも考え、コンパクトなサイズがいいですよね。パーツを分解することでコンパクトに収納できるものもあります。扇風機の選び方、6つ目のポイントはタイマー機能です。外出時や就寝時に使用する場合はタイマー機能付きがおすすめです。切りタイマーを使えば就寝時の切り忘れ防止や電気代の節約にもなります。入りタイマーを使えば帰宅や起床するタイミングに合わせて涼しむことができます。扇風機の選び方、7つ目のポイントは操作方法です。本体操作だけでなくリモコン操作ができると便利です。最近では音声操作できる商品もあります。わざわざ扇風機があるところまで移動するのが面倒な方は、遠隔操作できるものを選ぶといいでしょう。それでは扇風機のおすすめ商品を6つご紹介します。バルミューダ・ザ・クリーンファンは DC モーター扇風機の先駆けとなった高級扇風機の代表的なモデルです。独自のグリーンファンテクノロジーによって自然界の風のような優しい風を届けます。首振り機能は左右それぞれ75度の範囲を自分で好きな範囲に調節できます。また別売りの充電バッテリーを使用すればコードレス扇風機としても使え、持ち運びやすさはもちろん見た目もスッキリします。シロカのサーキュレーター扇風機 SF-C223 は最小稼働音 10dB と静かな風を届けてくれます。欲しいところに風を届けるココピタ機能が新しく搭載されました。
左右首振りに加え、真上にも8の字に首を振る衣類乾燥モードを搭載。 3D 首振り機能によって効率的に洗濯物を乾かせるのが魅力です。シャープの PJR2DS は消費電力が 1.6 から 12W なので電気代を抑えたい方にはおすすめです。シャープ独自のアホウドリの翼を応用したネイチャーウィングの羽で直進性の高い風を生み、 3D 首振りもできてサーキュレーターとして使えるのも魅力。衣類消臭モードもあり、部屋干しの衣類を乾かすのにも活躍するでしょう。ヤマゼンの YLT-AG30E は定番シンプルな機能性が特徴。操作部分も電源と風量ボタンの4つでとにかくシンプル。キータイマーはダイヤル式で最大3時間まで簡単に設定できます。必要最低限の機能しかいらないという方におすすめです。ダイソンの扇風機で洋風のほか空気清浄機能がついたこちらのモデル、最大350度の首振り機能が可能なので部屋全体に空気清浄した涼風を届けてくれます。温風機能がついているモデルよりも価格の安いのが魅力。アイリスオーヤマの STF-TCD18T は通常の扇風機よりコンパクトなサーキュレーター扇風機です。 3D ランダム送風で効率的に部屋の空気を攪拌させます。首振り機能で洗濯物に効率的に風を届けられるので部屋干しにもおすすめです。今回は扇風機の選び方とおすすめ機種をご紹介しました。家電のサブスクレンタルサービスレンティオでは扇風機をレンタルできます。ぜひチェックしてみてくださいね。またレンティオチャンネルでは今後もおすすめの家電情報や選び方をご紹介していくので、チャンネル登録もよろしくお願いします。